新型コロナウイルス感染者の情報をお伝えいたします。感染者総数は4676人、前日比プラス13人となっております。4664例目から4676例目までが本日新たに判明した陽性者です。また本日の4666例目4668から4670例目4676例目の5人と、昨日までに発表いたしました4628、4634、4646、4656、4661例目の5人を加えた合計10人の感染状況等を検証いたしました結果、イベントにおける新たなクラスターであることがあると判断いたしました。クラスター68関連としております。私からは以上です。KTF の了解です。よろしくお願いします。イベントの全体の参加者というのは何人ぐらいになりますか？はい、参加者につきましては、すみません、特定につながることから非公表とさせていただいております。10人以外にも、まあ、参加者はいるという理解ですか？はい、いらっしゃいます。イベントの、まあ、内容非公表ということですけど、まあ区分というか、まあ、ジャンルみたいなものっていうのはいかがですか？はい、一応屋内でのイベントということで、まあ、そこまでの発表をさせていただきたいと思っております。開催の時間とかについては、まあ、朝なのか昼なのか夜なのか、まあ、時間、このイベントの時間帯、時間的にはどれぐらい、何時間ぐらいなのかって感じ。はい、夕方で2時間程度でございます。飲み物を飲む際、一時的に外すということです。この飲み物っていうのは、アルコールとかはいかがですか？アルコールはなかったと聞いております。わかりました。ありがとうございます。